はい、映画を続けていこう。ちょっと真空レッズゾーンは何発ぐらい。真空レッズゾーン別に消してもうた。使わなくてもいいんだ。アイテム買いに行くめんどくせえからな。清流とたまたすごいもん。水ゲー正解ルート。
まだ覚えてねえな。ハッ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 ハ
べー、なんかルートミスったような気がする。はめれんのかな。あ、ここで上じゃなくて下行かないかんかったな。シゼロに、もし少しでもメルディの母親としての心が残っているなら。残っちゃいないさ。そうでなきゃ娘にこれほどの仕打ちをしておいておめおめと生きていられるはずがないだろう。それでもシゼルはメルディのお母さんなんだよね。どんなに変わってしまってもメルディはシゼルをお母さんだと思ってる。シゼルと戦うしか俺たちに道はないのか。いえ、
はあ、どっから行けた。雷っぽいな。バカ野郎、バカ野郎、こっちにやるな。
うわー、大変。うわー、最後でミスったやべえ、なんか激獄プンプンマやな。マジでだるい。
や。あと4箇所も行かないかんの。ボス倒すだけでいいじゃん。ダメなんかな。
やべえ、マジめんどくせえ。そうなの。
間に合うか。
いいアイテム手に入れそうな感じがする。でもいいわ、うるさい。ニュースキルを覚えた。変わり意味は分からん。何これ。
つえー、引っかかりがあった。わかったわかったわかった。赤赤青青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 間に合わんかった。そう。
悪いか。あー、あともう一個。場所が悪すぎな。これはな、強いけど、技のレスポンスが悪すぎ、消費効率が。ゲラゲラと。
ここに来てニュースキルまた覚えたの。よし。